ですか。ロープに乗ってください。日本の場合に被害者の方々にお願いいたします。健常な男子の方はまずロープを確保して、ルミネ横浜店の中の G 階段、この手すりがお客様の皆さんの命を守る導線になっています。店内は真っ暗です。ただ誘導ロープとそれから蛍光ランプをつけてありますから、皆さん助け合ってですね、店長の方は助け合って、まずお年寄り、子供、女子、ハンデキャップをお持ちの方、この人たちを優先にご案内ください。それまでここで誘導を協力をお願いしたいと思います。よろしいですか。よろしくお願いします。女性の方からまずお願いします。中にご案内します。中に向かって時間があります。焦らないでゆっくりと進んでください。はい、誘導お願いしますよ。後ろの方から入ってください。はい、ゆっくりと大丈夫です。時間は十分あります。なるべく高い階に上がってください。なるべく高い階に上がってください。なるべく手すりが皆さんの下部を通せる手すりを使ってなるべく高く上がってください。屋上まで上がってください。十分注意してください。暗くて足元が悪くなっております。十分注意してください。昨年11月、神奈川県が公表いたしました津波被害予測図素案におきましては、最悪の津波が発生した場合には横浜駅の東口そして西口に広範囲にわたる浸水被害の予測が示されたところでございます。地下街を有する今市最大規模の横浜駅とその周辺では津波避難対策は喫緊の課題となりました。本日の訓練では皆様に今津波が来たら何ができるのかという視点で取り組みをしていただきました。抽出した課題、これをしっかりと検証いたしまして、今後の横浜駅周辺の津波避難対策につなげていくことが大きな目的としているものでございます。